はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この職業を使っていこうと思います。これですね。レンジャーですね。皆さん、レンジャー使ってますか？俺は、一番最初に転職した上級職がレンジャーだったんですよ。なので、ちょっと思い入れがある、職業となってます。で、レンジャーだけども、俺はね、これで攻撃してたんだよね。専用スキルの狼アタック。まあ、確かに強いんだけども、一撃500か600ぐらい。まあ、大体それぐらいのダメージなので、どうしてもね、バトマスとか踊り子には全然勝てないなと思ってたんだけども、レンジャーの強みは、これではなかったんですよ。これではない。俺がもともと使ってたやつがまさかの正解だったんだよね。武器のブーメラン。レンジャーと言ったらなんかブーメランのイメージがあるから、俺使ってたんですけども、これ、シャインスコール。これがとにかく強いんですよ。昔使った時は、一撃で、まあ、250から300ぐらいで、まあ全体に与えれればいいかなってぐらいだったんですよ。でも、これが、攻撃力をモリモリにして、で、スキルパネル、あれをね、めちゃくちゃ貼っていけば、バリバリ強くなった。今日はね、このシャインスコールを使ってみましょう。こんな感じになります。それでは戦っていきましょうか。まあ、フィールドをね、散策してると敵に当たりますよね。そうした時に、敵が、なんか、パーティーで出てきた時とか、この単体攻撃をする、キャラクター、まあ、特に、バトマスとか、ヒューザ、マイユなんかは、ちょっとね、敵を倒すのめんどくさいじゃないですか。その時に、このレンジャーがマジで役に立つんですよ。シャインスコール、何の強化もしてません。600台。全然いけますよね。で、これに、強化を入れていけば、もうとんでもない火力になってきます。まあまあ、最初の一発でね、あれぐらいのダメージを与えてれば、他のやつで、あとちょっと叩けば倒していけるので、もう本当にね、このレンジャーのシャインスコールが役に立つのよ。便利。まあ、ボス戦ではね、まあ、あれぐらいのダメージなので、ちょっと微妙かなと思うと思うんだけども、ほんとね、雑魚戦での強さが、レンジャーはマジで強い。多分ね、全キャラ一番使いやすいんじゃないかな。全力でいきましょう。いきまーす。テンションマックスになると相当いきますね。1000ぐらいいきます。ほら、まあ、さっきのやつはちょっとあの、耐性とかそういうのがあるんだろうけど、かなりダメージを与えることができてね、便利なのよ。こいつは一体かな。ああ、いっぱい出てきた。これいっぱい出てきた時こそ、シャインスコールよ。とんでもないよ、本当に。これはね、旅がめちゃくちゃ楽になる。そして、レンジャーの強みはまだありますよね。これが結構な強みかなと思うんだけども、専用スキルのサバイバルの知識だね。これレンジャーのみのやつなんだけども、たまに素材のドロップが増えるっていうやつですね。クリア後とかに素材集めすると思うんですよ。その時にこれがあると、まあ、たまにって書いてあるけども、そこそこ増えます。うん。ダストンで盗むをして、で、さらにこっちの方で素材のドロップを増やしていくってやり方で、結構楽になりますので、レンジャーはね、かなり、素材集めとかにも重宝します。本当におすすめですね。そしてですね、ちょっと強力なボス、まあ、若干強いかなっていうやつでも、レンジャーは全然使っていけるので、いいよね。フローズンバードが強いのよ。フローズンバードが。でもまあこれ、結構ダメージがブレるんで、1対1になった時に使った方がいいですね。うん。で、できるならば、バイキルトをかけておいた方がいいです。で、俺は、物理パーティーなので、
風切りの舞、これよう使ってます。もう本当にね、風切りの舞にはお世話になりっぱなしだね。よし、じゃあもう一回フローズンバードして終わりやすいよ。わあ、ダメだったまあダメだとしてもシャインスコールがとにかくダメージ与えれます。もう1300だよ。もうとんでもないよね。でバイキルトかけるともっと上がるんで、もう基本攻撃は、シャインスコールのみで OK。 もうシャインスコール無双をしていって大丈夫よ。1800すごいよ本当に。これを全体だからね、強化力です。いい経験になったぞ。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、この職業レンジャー使ってみました。まさかの、俺がもともと使ってたブーメランがこんなに役に立つとは思ってもいませんでした。コメントくれた方ありがとうございました。シャインスコール本当に強いので、ぜひ使ってみてください。まあ単体でのね、戦いとしては踊り子もしくはバトルマスターの方が強いとは思うんだけども、敵がね複数体出てきた時とかそういう時本当に役に立つので、レンジャーもかなりおすすめですよ。やってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。